わちゃわちゃ。さあ、コミック神話プレゼンツの声優バラエティわちゃわチャンネルでーす。はーい。さあ、ということで今回も3人でお届けしますが、福山さん、今回は何をするんでしょうか。いや、やっぱりね、こうやっていろいろともう3週目じゃないですか、こうやってお話しさせていただく。でもやっぱり俺だって一部分しか知らないですよ。結局上辺だけの付き合いをしてるわけでしょ。だからやっぱりいろんな深くちょっといろんな側面を見せていきましょうよって。そうですか。深くしてこようよって。そんなに我々薄っぺらい関係だったの。すごい真面目な顔でとんでもないこと言うな。ということで、もうお互いもっと深く知っていきましょうということで、はい、今回はこんな企画です、はい、ナンバーワンサムネ映え声優決定戦を行います。よ、つながりが全然わからない、うん、いやいやいや、これがね、まだこれちゃんと説明すればわかるから、いきますよ、はい、喜怒哀楽いずれかに該当するエピソードを披露していただきます。ですが、ここからが重要ですよ。いいが、話を進める前にね。誰だ、誰に話しかけてた。誰に言った。カメラのみんなにね。あ、そう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 、画面があるからって、そこらも隔たれてるわけじゃない。あ、まず認識の世界で俺たち繋がってるわけだから。あ、もう縛られんだよ、もう常識にね。すいません。ということでね、今日の条件は福山さん。新しい世界、縛られたら新しい世界。話を始める前にですね、カメラに向かってそのエピソードの時の表情を見せてくださいね。最初言いました、もう忘れてるでしょうけどね、喜怒哀楽にちなんだエピソードトークをするよと。その喜怒哀楽のエピソードトークのここに来るがハマる表情を先にやってねっていうことなんですね。なるほど。それでこのナンバーワンサムネ映え声優というこの動画のサムネ化を見据えて、とびっきりの映える表情を作ってくださいと。なるほど、はい、要は顔芸ってことですね。そういうことなんですよ。俺たちに足りないのは顔芸。声優だぞ。はい。じゃあ声優はね、みんな誤解されてるんですよね。もうマイク前の顔は本当に見せられたもんじゃない。あ、それはそうだよ。本当そうだよ。本当そうです。これはそうだよ。なので、マジそうだよ。俺たちは下手な表に出る人よりも表情筋があるはずだから。そうだ。なるほど。それはそう。それを使って駆使して、うん、サムネ映えを狙おうじゃん。うん、なるほどなるほど。そういうことなんです。それは変顔ではなくて。そうです。エピソードをちゃんと連想させる顔を作る。ああ。演技です。なるほど。そういうことなんです。喜怒哀楽でね。あれ、本来我々の絆だというか仲良くなろうっていう。いや、わかんない人だな。すいませんね。これまだほら上辺の付き合いだからさ、わかんない。まだ全然俺たちわかんない。じゃあわかんない。しょうがない。しょうがないから。繋がらないんです。しょうがないから、そこらのクソガキでもわかるようにちゃんと細かく説明してやるよ。口が悪いな。口が悪いな。いや、急に口が悪いな。まずエピソードトークをする人は、喜怒哀楽いずれかの豊かな表情をカメラに見せます。いいよ、分かったね。カメラに見せる。そう、喜怒哀楽のいずれかの豊かな表情、豊かね、そういうことなんです。15の夜だ。盗んだバイクで走っちゃいけないからな。で、他の人が何があってそんな表情になったのと質問するので、その人はその表情を解いてエピソードを話してくださいと。そういうことです。おお、急にあっさり。分かったの、分かったの。クソガキも分かったのかな、笑点スタイルっていうことですよね。そうだよ、そこは分かったね。結局笑点はみんな分かってくれるから。あ、そうだ、分かりやすい。猫様からね。そうなんですよ。老体まで。そうなんだ、そうだ。それが分かれば我々の仲良し度も上がると。そう、分かるっていうことは理解するってことでしょ。結局理解ができればその人の人となりが分かるわけじゃん。より仲良くなれるはず。なるほど。分かりたくない場合はどうする？分かりたくない場合はもうエピソードトークをとにかくちぐはぐなことをしてみればいいんだよ。はあ、そうすると多分俺が切れる。でもその後ね、ちゃんと殴り合って河原で大の字になって仲良くなれっからね。お前やるなっつってね。そうそう、おめえこそなっつって。確かに男はそういうとこありますね。そうです。それだ、それを狙ってんだな。待ってください、キレさせればいいの？そういうことで。そういうこと。それは口じゃなくて拳で語ることになるけどな。そうですね。いや、もうそれは俺若かりし頃の福山さん知ってるんで嫌ですよ。何そのうなずき。そのうんは何なんですか。もうよく、あ、俺ごめんね、若かりしてなんかボケようと俺は考えてたから、ごめんなさい。なるほど、出てこなかったんです。それ止まったんですね。あ、じゃあ大丈夫です。そう、笑ってる間に考えようと思ってそのまま終わっちゃった。あ、大丈夫です。すみませんね、尻すぼみでね。はいはい、大丈夫です、ね、大丈夫です。10分いったかな。10分いったかな。まだ行って、まだ10分はいってない。まだ4分だ。4分か。てかまだやってないですよ、この映え顔のやつを。ああ、そう、伸ばさなきゃな。しょうがねえな。じゃあまだみんなが理解及んでねえから、しょうがねえから俺からやってやるよ。ああ、わかりました。うん、そこからちゃんと見とくよ。はい、お願いします。ありがてえ、ありがてえ。じゃあまず福山さんのその喜怒哀楽の顔を、まあサムネ用ですもんね。はい、サムネにも撮るのでしばらく静止してください。そうですね。はい、それでは参ります。お願いします。そのエピソードを話す時の俺の顔はこれです。
福山さん、なんでそんな顔になったの？それはね、年末に両親が引っ越した、実家が引っ越したって話はしたよね。そしたら実家だから僕のものもあるって言ったよね。それで契約してるの俺だから引き渡しのために家に行ったんだよ。そしたら俺の荷物だけがまとめられて運ばれてなかったんです。あらっていう顔最後がその顔じゃないの最初と最後の顔一致してなかった、してなかったけど違うな、さっきと全然違うな、さっきと違うな、違う、なんか口から出てる感はあるけど、あれさっきと違うなパワーアップしてってね、パワーアップしましたね、はい、あーいいですね、あーこれダメだな、笑いの方向に行ってんだもんね、笑いを取ろうと言ってんな、ちょっとずつ濃くなっていきましたね、そういうところだね、なるほど、あーでもそういうことですね、こういう感じでやっていけばいいってことですね、そういう感じで、それ大変ですよね、福山さん、大変だったよ、やるつもりなかったのに部屋掃除しなきゃいけなくなったんだ、あららら、荷物があったらもう引き渡せないからさ、そうですよね、もうそっからね、4往復ぐらいした、うわー大変、うわー、したしたした、寒い中、それはびっくりしました。そしたらクラスター S が出てきた結果面白いエピソードになったあクラスター S については前のわちゃチャンネルご覧ください、はい、そうです、はい、これで動画回数が稼げるぞいやでもあそこカットされてるかもしれませんよ、だとしたら大変だここもカットしなきゃいけない、そういうこと、ね、そしたらクラスター T の下りもなくなるなくなっちゃう幻になっちゃう、幻になっちゃう、強い投げ、痛いわ、そこは幻にしたくないさあでは続いて、はい、誰がいきますか、どうしよう、俺一応台本には気象さんとなってます、すごいしょうもないですよ、先にしょうもない方やっといた方がいいのかな、でも俺もそんなに大したエピソードじゃない、いやもう絶対負けない自信がある、本当、じゃあ俺からのアドバイス言うなったら、うん、あの後に一番最後に発表するとちょっと後の空気怖いよじゃあ俺からかな、いやじゃあ俺でしょう、ね、いやいや本当にしょうもないの、絶対俺ですって、いやしょうもない、本当にしょうもない、いやそのしょうもなさが怖いんですっていやだからすごい空気になるよ、えだってえその空気の後にやるんでしょ俺だからその空気の後にやるか、その空気のまま締めるか、どっちがいい、どっちがいいんだろう、どっちがいい、締めるのはあなた、番組のこと番組のこと考えるか、自分のやりやすさを考えるかだね、え自分のやりやすさ考えるじゃあ先どうぞじゃあ俺やります、はい、はい、じゃあまずトッシーが、まあ、ゲストさんですし、そうです、やっぱゲストさんそういうことなんですよね、すか、はい、じゃあ私いきます、はい、私の、今から話すエピソードの時の顔がこちらです、豊永さん何があってそんな表情になったの、それはねこの間募集しなきゃいけないのこの間コンビニに行ったのでね、今レジ袋が有料化されているでしょ、で有料化されているからこそ全部ねこういろいろいつも飲むあったかいティーとかなんか栄養のつくやつとかあったかいティー、あの栄養なんかすぐ補給できるエナジーのやつとかなんかいろんなものいつもやつ置いて、なんで伏せなきゃいけないの、ピッピッピッってこうやるでしょバーコードで、600何十円ですって言われて1000円出すじゃないですか、1000円出してキャッシュじゃないので、お釣りをもらって、お釣りをこうやってやるでしょ、このご時世にキャッシュじゃないの、俺は現金派だから現金をね、こうやって出して、で、この現金ね、いろんな品物あるでしょ、いろんな品物の商品を袋に入れるという作業が店員さんになくなってるわけですよ、うん、同じこと2回言ってるからね、聞いて、ちゃんととりあえず、先輩方その袋の入れる作業っていう工程がなくなったわけですよ、店員さんは。工程っていうのはあのやっぱ人の聞いて王様みたいな感じで大輔大輔大輔あ、新鮮新鮮新鮮、ここは築地かな、古いな、築地っていう豊洲かな、ここは豊洲かな、新鮮、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ俺のエピソードの鮮度が落ちてるから今うまいうまいうまい、お後がよろしいようで、ねあ、まだ9分だった、ごめんなさいいいよ、話していい話いいよ、いろんな品物の商品が重複してるけど、そこはまあ目をつぶりましょう、じゃあそこはカットしよう、いろんな品物ね、やってるでしょ、で、お釣りを出します、で、お
お釣りを出してで1000円渡してお釣りを出すところでお尻を出した人ね、犬の人もねこの先輩たち本当腹立つなもうでも夕焼け小焼けもねもう16時半にはもう真っ暗ですから、ね、また明日もういいよ俺の話はい話して話して俺聞きたくて聞きたい何だったお釣りをもらうところもういいのとにかく、うんうん、店員さんがお釣りを出すでしょ、うん、出してる時に、うん、こっちはその終わった商品を入れてる作業があるわけエコバッグにねそうおーすごいそれを入れてる作業の間ずーっと店員さんが小銭とレシートを持って、うんせかされてる感じかってやってるのをやられてるわけですよ、うんうん、それがちょっとやっぱこっちとしてはんじゃん今見たらわかるじゃん今入れてるじゃん品物もと、うんうん、ちょっとぐらいなんかこうちょっと待つとかさ、うんうんうん、なんかやってくんないかなって思いながらもずっとこうやる店員さんがいるわけですよでその人にちょっとまあ言うたらごめんなさいね申し訳ないけどちょっとイラッとするわけですよでイラッとするから全部品物入れて今イラッとしてんの今イラッとしてんのお前イラッともしかして今イラッとしてるあ今もしてるさやったーやったもう10分経過したからいいよ行くでしょもうさようならでもう入れて、うんうん、ちょっとイラッとしてるものもあるから、うん、こうマスクの下でね、うん、その、お釣りとレシートを受け取る時の顔がそうですかうーんマスクの下で今の顔をしてと大体コンビニの話コンビニの話だいたいというか全部ずっとコンビニの話だキャッシュレスにしてセルフレジでやればいいんだよ、うん、そんなこともこもないそれが SDGs だよ知らないあの SD ガンダムみたいなもんだよ SDGs ってそうそうそう絶対嘘でしょSDGs G はガンダムだから違う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 もん二人とも帯売っとけ二人とも俺が今から見てきた嘘つく時の顔してるもん帯コビ売っとけガンプラ手に入んないんだから今がえこいつ動くぞって言ってればいいんだよいやいやもうそれは似てるけど違う見せてもらおうかいや違う似てねえよなんで似てない方やるの似てなかったっすね似てない方なんでやるのどっちもアムロでしたよそうだねどっちも認めたくないことな若さゆえの若くねえじゃんさよならちょっと待って貴重さんいや俺のほんとしょうもないいいんですかほんと地獄の空気で締めてねちょっと貴重さんさすがに先輩だけで言わせてもらうトッシーの腕舐めたらあかんぜ。舐めたらあかん。それも分かりました。違う違う違う。人生舐めずにじゃなくて違うんですよ。トッシー舐める。人生舐めずに。俺を舐めないで。トッシー舐めるね。俺を舐めないで。だって今カメラが舐めてこうやって。いろんな舐めるって難しいな。わちゃわちゃ。じゃあまずは顔をお願いします。ね、はい。こう。秘書さん、それは一体何があったんですか。これはですね。あの片倉小十郎にあの小刀であの目をねこうクイックイックイッってやってもらって政宗一生の不覚ってやったね顔ですね政宗いる梵天丸も格ありたい、はい、そうさあ頑張って締めてくれ政宗いる顔わちゃわチャンネルはですね毎週日曜日の夜9時に、番組配信しておりますそして水曜日はご覧のようなマサムネ顔緩めのマサムネ顔もう今日に関してマサムネ顔いやもう本当今日に関してはほんとごめんなさいあれ右目だっけ左目だっけ左だっけあそこは間違えちゃうもう一回やらせてくださいマサムネ顔間違えちゃったもう一回やろうとしてます心臓強いっすねだってこう右だったらマサムネじゃなかったマサムネはどっちだったんですか左だったってあじゃあ左マサムネ顔になるじゃあ左目でもやるか振ったらやらないんだもんな梵天丸も角ありたいそこも乗っかるんだよなはい、今日みたいなあの今日に関しては本当すみませんひどい動画も、アップされますんでぜひぜひ皆さん楽しみにだってサムネでボケられなかったのこれしかボケがなかったんだよそうですマサムネでも面白かったと思います嘘つけマサムネ顔も全然ダメだあなんか初めのなんかちょっとあのですねっていう感じ誰だったんだろうねあのですねあの謎のキャラ設定は一体誰だったんだろうっていうところね面白いまさむね一生の深く、ね、一生の深くは目を間違えちゃったとこです ね独眼流の目を間違えちゃったまさむね一生の深くですなんとかしてください
お返しします。いや、締めは福山さんなんですけど。あ、そうなの。今のが印象の深くでしたね。印象の深くでした。そういうことなんですな。はい、というわけでね、本当にね、この、動画のサムネの3人の表情、果たしては映えていたのかどうか、皆様ぜひともですね、はい、動画視聴している皆さんがすでに見ているはずなので、ぜひ今回のサムネの表情に関して、あなたの中で誰がナンバーワンサムネ映えか、コメントどしどしと、いや、書き込んでいただけたら幸いでございます。気軽に書き込んでくださいね。あ、そういうコーナーだったんですね。そういうコーナーだったんです。すごいな。はい、ということで、ゲームにトークに、まあ本当にですね、盛りだくさんでお送りしてきましたけど、どうでした、岸上さん。いやー、あ、これで終わり、これで終わりですよ。ということは、もう本当に新年からお名誉ご賞、本当すいませんでしたとしか言いようがないですね。ただ楽しかったことは楽しかったんで、懲りずにね、行きたいと思いますよ、呼ばれなくても。っていう回でした。はい、ありがとうございます。トシ、今日帰ったら体重測ってみた。俺今ビチョビチョですね。ビチョビチョ。股間がビチョビチョ。多分股間もビチョビチョだと思います。今あ、ビシーとなってたシャツも、じゃあもうビチョビチョになっちゃってる。あ、そう、どうですか。いや、まだなっとるよ。ビシーとなっとるよ。ゲッタ2、ゲッタ2だよね。じゃあ最後にね、コンバトラー V 超電磁スピン見せて終わってください。超電磁スピン。惜しい、うん、惜しいな。間違ってない、惜しいな、間違ってないな。あ、でも締めは順だったっけ。そういうことですね。ごめんなさい、ごめんなさい。だけどね、次回の予告はね、トシーなんです。あ、そうなんだ。じゃあ超電磁、ちょっとここら辺ややこしいんですけど、ややこしい、はい。さあ、ということでですね、今回のこの超電磁シーンはですね、毎週日曜日の夜9時に番組配信しております。そして水曜日はご覧のような有名な動画を先ほど見ましたけれども、アップしております。はい、はい、ということで、ぜひとも皆さん次回もお楽しみにということでね、チャンネル登録と高評価をね、低評価は絶対ダメですよ、高評価をですね、ぜひコメントもぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日はお後がよろしいよね。どうも、バイバイ、バイバイ、さよなら。